はい、What's up? キャプテンドラジローです。今回ですね、グレンの極晩神を全部制限解除で初見いてもクリアできるのか検証してみました。今回条件は8人フルパーティー、平均アイテムレベル500、初見未押収、初見 2,3 人含む人数制限解除、まあ素材はまだ高く売れると。で、基本構成がタンク1の DPS6 ヒーラー1、これボスによって変わる可能性なんですけど、基本はこの構成です。食事も一応ね、済ませておきましょう。効率よくなります。まずはごくスタノーから検証していきます。本来は大きな剣攻撃を MT と ST がそれぞれ1回ずつ交互で受けるのですが、タンク1人で受けてしまっても OK です。これが制限解除の力です。回覧山、本来ならスイッチなんですけど、念のため防御バフを焚いておきましょう。そこそこ痛いダメージがきます。紫色マーカー、距離減衰なので本来は反対側へ離れます。 DPS はひたすら殴り続けることです。これマーカーついてもね、まあ、制限解除なんでね、そのままでもいけるのが解除の力です。ウキジ、全体攻撃無視はできないダメージなので、一応ヒーラーさんは全体回復入れておきましょう。討伐時間2分21秒です。極楽趣味です。まずは雑魚を倒します。雑魚を倒すと楽趣味本体が現れます。あとはひたすら殴るだけです。やることないのよこいつ。その魂を刈り取ろうぞ。ヘイト2に前方強範囲攻撃です。これ ST が本来受けるんですけども、いない場合はこのようにね、全体に来るんですけど、まあ、何かしたかいっていうようなダメージです。討伐時間1分36秒と早めとなっております。極神竜です。開幕から核と本体があり、核を優先的に攻撃します。でこの核はね、戦闘中たまに現れたりするので、核が現れたらそっちを優先的に攻撃するようにしましょう。使用上こいつはどうしても時間がかかります。気にかけるギミックは3箇所だけです。とりあえずね、皆さん止まらず殴れ。
タイダルウェーブ、画面左右どちらかから水柱が立って、水柱立った方から大きなノックバックが来ます。これが、気にする参加者のうちの一つですね。このように水柱立ったとこからテイク2です。これと同時に鎖がつながれるんですけども、鎖にはつながれた人と離れるだけで OK です。でアームレングス効きますので、アームレングス使っておくと水柱を防げます。で次に緑マーカー、対象者にマーカーが消えたブロックに尻尾攻撃。とりあえずね、マーカーついた人はこの真ん中のこの緑のブロックだけのところには行かないようにしましょう。尻尾が来た地面にひびが入り2段階でなくなります。なので中央が壊れるとゲームオーバーとなりますので、中央だけにはとりあえず持っていかないようにしましょう。まあ、こんなね、雷の攻撃とかいろいろあるんですけども、まあ、解除なんで。ザコフェーズです。もう殴るだけです。もう一つのチェックポイントです。青円範囲、円中心にノックバック、斜めに飛ばされる必要があります。斜めに飛ばされないと落下して、このように3名死亡となります。尻尾を伝って向こうへ渡ります。で渡ってる途中、このようにねビームが飛んでくるんですけども、このビームに当たればねスタンを受けます。はい、この尻尾がなくなるまでにこの渡り切りましょうということで、この途中でね、地面が見えたらジャンプして降りる。これで OK です。デススラッシュ、本来はスイッチ案件です。一応ねバフは強めに耐えておきましょう。この後のね、火ダメアップ効果がきついです。薬プラス頭割り、鎖はつながった人と離れてその先で2222の頭割りなんですけども、まあこれは解除なんでノリでやってもらえばいいかなと思います。タイタルウェーブ最終フェーズ、タイタルフェーブが見えたら最終フェーズです。背中に乗ってこの両翼をね破壊します。翼を破壊していきます。リミットブレイクが溜まってたら、ここでリミットブレイクを使うようにしましょう。降りれない。
脇場から降りて本体を攻撃して終わりです。討伐時間5分50秒です。ごくつくよみ、注意ポイントは後半2箇所だけです。闇の内地に抱きしめ、人より落ち悪しき神たる光混じる月は何。白と黒、頭上にアイコンが現れます。床が白黒に分かれて、アイコンと反対の床色の上で戦います。今このように、ね、白のアイコンがついてるんで、黒の床の上で戦います。それとね、このようにバフが切り替わっていくので、このバフを交互に切り替えて戦う必要があります。でタンクはみんなが床を移動しやすいように、この三日月の狭間へ誘導します。でこのように交互に、はい、今が白なら黒へ、黒になれば白へというふうに交互にバフをね更新していきます。マーカー各ロール1名ずつにマーカーがつきます。でタンクは北の狭い方、 DPS は南の狭い方、ヒーラーは東西のあっちの方へ捨てに行きます。おっと、ここで事故発生です。まあこれクリアできなくはないんですけども、リプレイで見てみましょう。本来は DPS は南の狭い方に捨てます。このようにね、白い方と黒い方とあるんですけど、白い方が狭い方です。なぜそこに、まあ、このようにね、いろんなこうもう逃れられない状況が発生するんですけども、まあ解除なんで、討伐時間3分44秒です。ごく白虎、白虎の場合は DPS7 でタンク1で構成することも多くて、こいつはとりあえずね、攻撃が最大の防御っていう構成になっております。頭割り攻撃が2回来るんですけど、受けるのは1回までで、2回目食らっちゃうと即死になるんで、必ず1回で受けるようにしましょう。このようにね、誰もいなかったりするんですけど、タンクの場合は最低でも1人いれば OK です。
あとはね、残りの人数で適当にとりあえず2回受けないようにするだけで OK です。ザコトラ、ここでザコのトラが出現するんですが、無視してとにかく白虎をしばくこと、クソ長い利口技をカットできます。一緒に3連の小範囲が2名に落ちるんですが、ノリで避けていただければ大丈夫です。とりあえずね、ここは攻撃攻撃攻撃を全力で行いましょう。討伐時間1分20秒です。ごくスザク、気をつける箇所は DPS が1箇所だけあります。あなたを失った悲しみは、この範囲は真ん中の鳥の死骸には必ず当てないこと。当てちゃうとね、即死攻撃してくる鳥が復活してしまいます。再生の羽、小さい羽を壊す、 DPS の小範囲を真ん中の死骸にそれぞれ当てる、その死骸が復活する、アンチの中でザコを倒すという順番です。まずはこれね、羽を出現したら小さい羽をそれぞれ壊すようにしましょう。このようにね、とりあえず3回します。でここで DPS の人はこの真ん中に鳥の死骸があるんですけど、この範囲攻撃を当てます。すると鳥が復活して DPS に線が結ばれるので、このようにね、ザコをね、線結ばれたザコを誘導してこのアンチの部分でザコを倒します。はい、するとこれで処理完了なんですけども、それができなかった場合、このようにね、鳥は復活して数秒後に全体即死攻撃をしてきます。なので最速でザコを倒すようにしましょう。まあ、1匹2匹ならね、マニアっぽいです。これで処理は完了です。ここはいつもの音ゲー処理です。ちょっとめんどくさいですけど、やるしかないんです。今回はギミック飛んでるんですけども、飛ばなかったらノックバックは引き寄せがあります。引き寄せられるとこの真ん中のね、とこに落ちちゃうので気をつけましょう。主の思いを旋律に乗せて、外周の鳥が当たる弾の色と同じ床色に攻撃が発生します。これは先読みして避けます。まずはギミックをご覧ください。これにね、外周になんかいろんな色の弾があるんですけども、そのはい、このように鳥がね、突進していくんですけど、この鳥が当たる位置、この位置にこのように攻撃が発生するんで、先読みして攻撃が発生しない場所へ避けると。討伐時間4分です。最後に極青龍です。
気をつけるのは2箇所あります。タンクにも気をつける点はあるのでご覧ください。呪音のなんとか、本来はスイッチ案件なんですけども、タンクが受けたダメージ量が全体に拡散します。無敵かフルバフで処理します。基本的には無敵で処理します。ザコフェーズ、とにかく攻撃。ザコの爆発が地味に痛いので平は要注意しながら攻撃しましょう。この力で君たちの存在を抹消する。式神召喚、外周の蛇からノックバック攻撃です。外周の蛇が現れた方へ避けましょう。このようにノックバックを置きます。巨人、画面左右に交互に攻撃をしてきます。タンクやボスを真ん中に誘導して、このようにね、画面の外側を見て外周を見て、交互に避けるようにしましょう。今回は蛇もいるんですけど、中心ノックバックからのノックバックです。飛ばされて飛ばされるっていうようにしましょう。範囲攻撃、竜は近づく、マガタマは離れるってことだけ覚えておけば OK です。まあ、最悪ね、食らっても大丈夫です。解除なんで。討伐時間4分10秒と。はい、というように今回は初見がいてもクリアできるっていう環境は作れました。あとはね、他の方のアイテムレベルがそこそこ高いので、まあ、状況に合わせてパーティー構成を考えてもらえればと思います。